のカーカーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はトヨタランドクルーザー250中間グレードの VX、 さらに今回ガソリンモデルでして、オプションカラープラチナホワイトパールマイカのランクル250を今回見ていきます。ランドクルーザー 250VX は545万円から販売されています。簡単にボディサイズを振り返っておきましょう。全長、全幅、全高、ホイールベースはご覧の大きさです。非常に全高も豊かで高いんですけれども、 2.7 リッター直4ガソリンはご覧のエンジンのスペックとなっています。ちなみに燃費はダブル LTC モードでリッター 7.5 キロになりますね。で、今回なんですが、ランクル250グレードについて簡単に説明しておきます。まず最上位がディーゼルのみの ZX、 中間の VX はガソリンディーゼル、そして GX グレードはディーゼルのみです。つまりガソリンモデルが欲しいなと思う場合は VX グレードのガソリンのみの選択となります。では早速ランドクルーザー 250VX をたっぷりご覧いただきたいんですが、ランクル 250VX 見ていきましょう。今回はレッツトヨタ愛媛のランダンパーク店の皆様にご協力いただきました。本当にいつもありがとうございます。では早速皆さんにランクル250VX 見ていただきたいんですけれども、もうお気づきの方もいらっしゃるでしょうか。あれ、なんかいつものランクルと違うくない？そう思った皆さん、さすがお目が高い。というのもちょっと変わった工夫が施されていますので、たっぷり後ほど紹介します。まず今回ランクル 250VX グレード、早速ライトつけるとめちゃくちゃ鋭くてかっこいいですよね。で、かなりワイド感のある造形に、このセンターに構えているトヨタの文字、やっぱり真正面から見ますと特別感があり、選ばれし車についたこだわりのバッジやなという感想ですね。やっぱり高級車、特別仕様車というのが見てわかりますが、全グレードすべてこれトヨタというロゴに統一されているのも非常にポイント高いですね。で、ランクル250に関してはさらにポイントがまだまだありまして、今回 VX の場合はフードモールディングがシルバー塗装になっています。そして下のラジエーターグリルも同じくシルバー塗装、とってもギラつきが強いですよね。下のバンパーグリルプロテクターもシルバーとなっております。ライトをつけたり消したりしてみますと、やっぱり印象が変わりますよね。で、今回ホワイトボディということで、ちょっと可愛らしさ、ボテッとした魅力もありつつ、この鋭さというのが非常に魅力的だなと思います。で、皆さん、今回は特別な装備があるとお話ししたと思うんですけど、なんと注目してもらいたいんですが、いろいろ真ん中とかバンパーあたり見てください。なんとジャオスとトイファクトリーによるランクル新装備が装着されている特別な車をお借りしました。長年のノウハウを生かしたエクステリアのパーツは機能とデザインを高次元で両立させた魅力あふれるパーツに仕上がっているんですね。いや、これはかなりいかつさとこのゴツゴツ感がパワーアップされます。で、アウトドアギアのプロテクターをモチーフにした力強い造形、そしてご覧のようにメリハリの効いた力強いスタイルに横長の明発光の LED が真ん中に存在しているんです。これはイグニッション連動で点灯するライトです。やっぱりこのジャオスのね、フロントバンパーガード LED 付きというのも、今回特別にお借りしたならではの工夫のあるいかついランクルになってます。で、このジャオスのフロントバンパーガードに関しては取り付け工賃が別でかかるんですが、ご覧のオプションで装着が可能です。非常にアウトドア感が満載ですよね。で、これ下よーく覗いてみると、オフロードでダメージ受けやすいこのフロント下部、屈強なステンレスプレートでガードされとるんよね。しかもレーザーカットによるロゴマークもついとるけん超かっこいいです。
で、しかも VX はシルバーで統一されとるけん、このスキットプレートとの色味の相性もいいですね。このジャオスのスキットプレートは今回シルバーが装着されてます。各 VX のアクセサリーとも統一感があって超まとまりがあってかっこいい。このスキットプレートは 37,400円で追加オプションをつけることが可能となります。やっぱりこれでキャンプ行きたいよね。続いてランクル各ライトを見てください。で、今回 VX なんやけど、三眼式のリフレクター式 LED ヘッドランプです。で、 ZX やったらプロジェクター式なんやけど、今回は VX ということでリフレクター式となっています。で、このリフレクター式っていうのはレンズではなく反射板を使って光を集める形のライトです。で、ご覧のように一番上のラインの部分がデイライトでして、次左2つが光るんですけど、ここがヘッドランプになります。で、昼間でも非常に視認性の高いランプですよね。そして一番奥側の部分がハイビームとなっています。夜間につけます。そしてオレンジマーカーの部分がウィンカーです。で、実はこれ全 LED やけん超明るいです。フロントフォグランプもしっかり装備されとる文句なしのライトですね。で、 VX のヘッドライトオートマチックハイビーム仕様となっていますね。で、このオートマチックハイビームチューンは先行車や対向車のライトを車自体が認識します。で、認識する場合にオートマチックハイビームではハイビームロービームを自動で切り替えるという機能があるんですね。ではライトを点灯させましたのでじっくりご覧ください。このリフレクター式のヘッドランプと下のこのジャオスのフロントバンパーガードのライトもすっごい相性がいいと思いませんか？より強度なフロントの面になったなという、すごく強い勇ましい印象を受けます。続きましてランクル VX のサイドを見ていきましょう。じっくりご覧ください。やっぱランクル好きな皆さんわかるかと思うんやけど、まずドアミラーの形状が工夫されとって縦長になっています。で、実はこのランクル250ミラートゥーミラー実用全幅はプラドよりマイナス 65mm ということで、機能性はプラドより高いということを皆さんに一旦認識してほしいと思います。で、パッと見窓大きいの分かりますか？もう超大きいんですよ。で、これ実は安全な視界を確保するためにこのベルトラインを下げてデザインされているんです。で、しかもこの四角い巨大なミラーも特徴の一つとなっています。やっぱりね、車内からも非常に空間が広く感じます。で、 VX ではミラーとドアノブともにボディ同色となっていまして、まとまりもありますよね。で、続いて落ち着いた色味とこのシンプルなツインスポーク目がいけませんか？というのもタイヤです。今回ダークグレーメタリックのアルミホイールが装着されています。で、タイヤはダンロップグランドトレックの AT23 18インチのタイヤとなっております。で、見てみますときちんとまとまりもあるし、濃い色で統一したことで非常にかっこよく仕上がっていますよね。で、皆さん注目のこの今回のランクルの VX なんやけど、見てください。今回ジャオスのフェンダーガーニッシュが装着されてます。めっちゃごつくない？かなり印象変わりますよね。で、このボルトもすごく印象的なんですけど、実はこれ尾幅は 9mm 以内というコンパクトなサイズなんですが、実際にこれ見てみますと非常にワイドなデザイン、そしてダミーボルトでサイドビューを引き締めてくれているんですね。で、これはランクル250専用です。で、このフェンダーの部分は6ピースセットで装着することが可能なんです。やっぱりこういうキャンパーになりたい、こういう車乗ってみたいって気分になりますよね。で、これはフェンダーガーニッシュ 92,400円で工賃別ですが装着することが可能です。白と非常に相性いいですよね。で、しかもジャオスではこのサイドステップ、こちらも取り付けることが可能なんです。で、このジャオスのサイドステップちょっと細めなんですけど、乗り降りの安全性を確保しながらサイドシェル部分しっかりガードしたステップとなっておりまして、
ちょっと細いかなと最初思ったんやけど、実際乗り降りはすっごく安定性があって、かなり簡潔に行うことができるこちらのジャオスの製品です。まだまだ続きます。続いてリア見ていきましょう。やはりこのおなじみの非視認性の高いリアのランプがすごくインパクト強いんですけれども、お昼でもありながら光っとったらすっごい明るくて、フル LED やけんすっごい後続車から見ても明るいです。でリアスポイラーは VX の場合ボディ同色仕様となっています。そしてバックドアガーニッシュ見てください。 VX ではシルバー塗装です。今回ホワイトなんで、ちょっと地味かなっていう個人的な感想なんですが、そしてリアバンパーガードは VX の場合シルバーとなっています。で見てもらったらわかるんですけど、今回ボディカラーがホワイトやけんシルバーの加色は少しわかりにくいかなと思います。でグレード差をつけるのはすっごいいいんですよ。こちら側としてもわかりやすいし、でもシルバー加色との相性を加味して、ボディカラーを選択した方がよりかっこいいランクルに近づくんじゃないかなと思います。続いて、実はまだまだこの車特別なんですけど、下に見てください。マットガードがついてるんですよ。ジャオスって書かれてますよね。でこのマットガードなんやけど、大型のフラップでタイヤが巻き上げたりする石、泥からランクルのボディを守ってくれます。でリアから見てもらうと、このエクステリアのおしゃれ度アップにもなってますよね。かなりアメリカンな車になるなと個人的には思ったんですけど、すっごいいかつさが増します。でこのマットガードも 35,200円で装着をすることができます。今回はジャオス装着車をお届けしました。で自然と戯れたい皆さんや、キャンプ車中泊で悪路走行したり、自然が大好きでランクル250と行きたいっていう方は、このジャオスぜひ装着してみてほしいなと思います。かなり見た目のおしゃれ度もアップしますし、ボディケアもしてくれますので、とってもポイント高いと思います。今回はネッツトヨタ愛媛ダンダンパーク店様にご協力いただきました。貴重なお車のご提供ありがとうございます。さらにインスタグラムもされていらっしゃるので、ぜひ概要欄からチェックをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。後編もお送りしますので、今のうちにチャンネル登録と高評価、そしてコメントもお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。